はい、どうもでは河端長ですいや。こっちでもね、ちょっと時間遅くなっちゃいましたけど、一個、えー、ニュースを見ていきたいと思いますけども、まずこのなんかあ、そうですね。本当だったらね、この自民党総裁選、自民党総裁選の話の中でもね、まあ主にこの高市さん、えー、石破さん、えねじろうくん、君まあ、他にもなんかね、この小沢ホークさんとかね、この、えー、あと河野さんとかね、まあそれぞれこのなんかこのポイントポイント。 人によってど,どの方に、ね、誰のどんな発言に興味を持ってるかっていろいろだとは思いますけども、これを無理くり全員、この一つにまとめるってなかなか大変なんですよね。うん。ちょっといろいろと、ね、また、なんかこのやっぱりほら、もう間もなくじゃないですか。ね。ヒートアップしてきてるんで、ただね、うん、やっぱりその中でもこう目立つのが、高市さんですよね。高市さんの発言とかっていうよりは、 とにかく高市さんはダメなんだっていう、まあ、いわゆる寝書き班ですか、まあ。主にこの反日売国勢、まあ、テレビア連中ですよね。反日スゴ組がもう全力で、ね、全力で高市さんをこの否定しにかかる。そんなにこいつらが嫌がるってことは、まあ、とりあえず実際になって、ね、どうなるかっていうのはなってやってもらわないとわからないんで、何とも言いようがないんですけども、とりあえずこいつらがここまで嫌がるってことは、ね、そのか、それだけでもね、 うん、高市総裁をやってもらう価値はあるのかなってちょっと気になりますよね。うん、ここまでね、反日売国テレビやオールスターズみたいな、クソ技ゾゴミオールスターズみたいな感じで NHK から、ね、サンモニからね、ねぞこぞこ,こですよ、反日売国コメンテーター、ね、もう次から次へと引っ張り出してきてね。 姉妹にはだって高市早苗さんがね、この口裂け女のイメージ通りだからキモいとか、もうただの悪口だからね。<laughs> どうしようもないよ、ほんと。こんなんでテレビ屋連中よくこんなん商売成り立つような。なんだよ、口裂け女って。<laughs> きっしょ、頭悪いな。パヨット連中って相変わらず。まあ、ざーっと一通り見ていくんですけども、そうだな。 じゃあまずこの高市さんの,この発言、まあ、日銀を牽制するこの金利を、ね、今上げるのはアホだっていう発言があって、まあ、それに対してこの林法生さんがね、ね、えー、林長官があいわこの利上げは発言に反論するんですよね金融政策は今後の利上げも含め具体的な手法は日銀に委ねられるべきだみたいなねうん、まあ、この人だったらそういうこと言うだろうな。 まあこの人はこの人で1候補者なんだよって、ねうん、あの総裁、総理の座を競う、まあ、はっきりと相手になってないですけどもそういうとこだぞとか、うん、あとはもうひたすらン、まあ、さんは過労死でなんかろうじて主張とそれに対するこの根拠みたいなことを言ってますけどもあとはもうことごとくただの悪口ですよね。 例えば、この元共造のこの編集長、ね、うん、共同通,通信なんかは、この高井さんの、えー、とこの靖国参拝公言ですかね。い、うん、はほら、ね、総裁になってもあ行きますよと、うん。当たり前じゃないですかと。これに対して中国を逆なでして日本にプラスがあるのかと。中国を逆なでしてってんだよな。そもそもこの他国にどうこう言われる筋合いねえんだよ。うん。中国と対話の窓口をね。 対話話し合ってどうにかなる相手じゃねえだろそもそもそれを言うんだったら話し合いで解決してきてから言ってくれよ、うん、話になんねえ相手に、ね、話し合いを話し合言ってただただなんかこ手土産持って、ね、ハーヒーさんじゃねえけどよ、うん、相手が納得する、うん、でも相手そうだから結局韓国の話をするときもいつも言ってますけどもね、うん 日本が自分で自分の身を守ることができる普通の国だったらまだいいんですよ。ね、そこはまあ、よくこのなんか駆け引きじゃないけどさ、今の日本じゃもうはっきり言って駆け引きにならねえんだよ。ただただひたすら一方的に、ね、この韓国、中国に頭下げて、このこびへつらうことしかやらねえじゃん。はっきり言って、政治や連中も、役所のポンコツ官僚どもも、ね、何たら企業の連中も。 だから日本社会が、ね、敵国の敵なんだっていう認識がなさすぎるからこういうことが成り立っちゃうんだよね。まあ、僕はそう思ってるんですけども。であと、このテレ朝ですかね。えーまあ、某ジャーナリストが、ね、高橋さんが総理になっても安国に参拝するというが、ね、いたずらに他国を刺激することはやるべきじゃない。自民党議員はもっと考えろとか言ってるんですよね。安国に参拝すると、ね、このなんか中国、韓国、ね、顔色をうかがう。 ねうん、なんでそのこ,んこいつらの,この顔色を伺わなきゃいけねえんだよ<は>何言ってんだよな田橋なんだよな、うんね、やっぱりまあまあこれあれですよねの結局はこの、うん、自分で自分の身を守る普通の国にすら慣れてないからこうのざまなんだよなあ,あとは田橋さんはこの国旗と国歌についてね、えー、まあもう昔からね 反日売国勢クゼ、パヨッタ連中とュー九99年の、1999年の、朝サですかねこれも高橋さんもこの出ていて確か共産党のなんか誰かだったと思うんですけども。ね、日本にいて、自称日本人、まあ、所詮自称日本人なんで日本人じゃない可能性が高いですけども、ね、こういうやからか日本で、ね、ノーノーと うん、堂々と、ね、存在し続けることができる、これ,、ね、これ自体がもうおかしいんで、ね、やっぱりこの日本国内でこの反日発言は、やっぱこの処罰の取り締まりの対象にすべきだね、これは表現の自由とかそんな話じゃねえよ、うんね、反日国家の反日野郎どもがね、例えば半島や大陸から日本に対して唾吐く、それはしょせんそういうやつらなんで別にいいです、ね、敵国の敵なんだから当然だろう、むしろ。うんね 韓国の何がキモいかってね、ねそういうこと普段ね言ってやっておいてね、ね、うん、このなんか天然とこのこの財布の中身が乏しくなってくるとこのすり寄ってくる、友、ね、好とかって平気で嘘つきながらで、まんまと日本はそれにこの騙されるっていうかね申し合わせたようにもう結託してっからさ、われわれ国民の知らないところで裏でうん,なんかこんだけ媚び感ん媚びちがはびこるとやっぱこういうでたらめが通っちゃうんだよね。うん こういうのをこの許さない一匹ずつ吊るし上げていく、うん、そういうこの日本社会を取り戻さないとこの媚びかんこびちは後立たないんだよな切りがないよ、うんね、だからこの例えば高橋さんなんかが、ねまあ、どこまで本気かそれは分かりませんけれどもこの程度の発言でも、ね、目の敵にされる、うん、異常でしょねえ 日本生まれの日本人たちの日本人が、日本のこの国家とか国旗とか、ね、うん、大事に思って当然だろう。うん、国旗の形容、国家斉唱をこの拒否するなんていうのは、そもそも日本人にあるまじき発想だよ。って僕は思いますけどね、そんなに嫌なら日本されよって思いますけど、普通に。 待っ待三森のこの青木さんですかねあ、こいつですかねなんかこの口裂け女はね、高橋さないは口裂け女だみたいな、わけのわからん、ざれ言吐いてるアホは。<laughs> レベル低。<laughs> こんなんですよ、日本の自称ですけど、ジャーナリストって。あと、このなんか、あの元官僚、古賀ですかね古賀さんですかね、えー、高橋さんの恐るべき居直り体質と、まあ、そういうふうに受け取られる部分もあるかもしれないですけども。 間違ったことは言ってないし、いやそこ破ったり嘘そがついてなかったと思うんですけどもね、うん、軍拡主義はなんか違うような気がしますけどね、うん、もし首相になったら日本は終わるみたいな、古賀さんみたいな人が、ね、理想と考える、そんなやつがこの首相、総理になったら、それこそ日本終わりますよね。むしろ日本が日本であり続けるためには、こういうパヨった連中、テレビ屋連中、反日外国勢、 ね、裏切り者でもを片っ端から裏切り者にも最初から日本の敵、うん、こういう奴ら一匹残らずこの排除しきらないと淘、ね、汰粛清殲滅しないと、ね、日本が終わってしまいますよね,、うん、ね政策だけでなく地に落ちた倫理観だって、ね、迷った連中がよくこんなことほざくよな、うん、こういうふざけた連中が元とはいえ、ね、この過去の話とはいえ官僚をやってたっていうのがもう終わってるよな うん、そう思いません、うん、こんなんですよ、元官僚が。<laughs> まあ、あげたらきりないですけどね。こんなやつばっかりははっきり言って。どいつもこいつも。ってことはやっぱり、ね役所、役所が、ね、このなんか、ね、んたら省なんたら省ですよ、ね。財務省とか外務省とかそう、省庁がどんだけ腐った連中にこのは、ね、なんかこ牛耳られてるかっていうことだよね。うん、あとなんか、ほら。 えーとこの立憲のね代表が野田さんでしたっけ、うん、でその時のねかつてのこの野田内閣の時の、えー、防衛省でこのあ森本さんという人がいてねこの人も高橋さんこのなんか癖つけてるんだよね総理の肩書きで靖国参拝けしからん、ねいかに日本の国益を損なうか。ね ぶっちゃけこんなもんでね、うん。なんかもうこじれるんだったら、もうそんな相手と疎遠になって結構だよと。ね、日本が日本であり続けるために、ね、うん。ジャパンファースト、ジャパンオンリー。ね、日本の国益っつんだったら、うん。なんかこのこびへつらって、ね、日本であることをなんか売り飛ばすようなやから、うん。それを良しとするなんていうことこそが、ね、この国益を毀損するよ。もう、こびちゃうとこび感ももう、なんかもう、あれだよね。犯罪。ね、罪に問うべきだよ、はっきり言って。 まあ、政治や連中、誰もいなくなるかもしれないけどね、そんなことやったら。やるべきだと思いますよ。ね、ただただ黙って、ね、言いなりになって、ね、差し出すだけ、従うだけ、それをなんかこの友好関係なんて言うんだったら、まあ、こいつらそういうつもりだからね、反日外国勢は。こ、ね、びてなんぼ。もうなんか反日クそもそもになんて、ただの,この宣伝広告塔になり下がってんじゃん、はっきり言って。嘘でたらめ、こきやがって、ね。てめえたちに都合悪いことは、このだんまりだろ 行動しない自由の行使でね日中日韓関係がこんなもんで悪くなるっつうんだったらもう花からそんな関係は破綻してんだよ成り立ってねえんだようんね、うん、明らかにこの日本にねデメリットしかない関係なんてこっちから解消しなきゃダメなんだよ本当はうんでしまいにはアメリカも反対するだろうねうん何言ってんだよって話ですよまあただなんかアメリカはね うん、アメリカでこのなんかアメリカンファーストで、ね、日本を都合よく利用して使ってるところは当然ありますからねだからとっとと、ね、どこの国の誰を相手にするにもまずは日本がにねこのてめえの足で立ってね自分の頭で考えて好きな方に、ね、自分の自分日本で日本人が判断してね日本を、うん、好きな方にこの歩いて うん、だからいいことも悪いことも自己責任だよ。だから自分で自分の身を守る最低限普通の国にならないと。うん。ことごとくなんか要素の国のね、この都合で、冗談じゃねえっていうことに、はいと、日本人一人一人がなんか目覚まさないとしょうがないと思うけどな。で、今度、モーニングショー。ね、なんで高橋さんを支持するのかわからないと。うん。高橋さんが総理になったら <laughs>、よっぽど都合悪いんだろうね。 もうそんなに嫌だったらもうなんかもうなんだろう番組ごとっていうかだ曲ごと、うん、半日クソマスコミにねこ,のことごと片っ端から日本去っていいぞお前らはホント我々日本人日本社会にとってもう邪魔だからよお前らはでまた言ってんのは靖国参拝が気に食わねえっつってんだよね靖国、うん、参拝が外交日韓関係にどんな影響があるか、ね、そんなものに影響を及ぼしてしまう それぐらい日本がもうはっきり言って日本の外交がなってねえってことだよ。対韓国、対中国。下手くそもいいところだろう、はっきり言って。ああで、しまい、ね、NHK だよな。自民党総裁選、高市大臣は前回も立候補してるから、あまり刷新感がない。石破さんなんて5回目じゃねえかよ。え品ろ郎でさえ3回目だぞ。うん。だからもうよっぽど嫌なんだな。 高市さんが総裁になって総理になる高市内閣誕生がもうよっぽど嫌なんだって反日売国勢反日クソむす組はラジオと試しにやってもらうのもありかなって思っちゃいますよね <laughs> まあ言うほど高市さんもどこまでジャパンファーストを貫くかは分かりませんけども。 でこ意外なことにこの高橋さんを、ね、この支持する人も、ね、それは当然中にはいるんですけどもその中にこの民間の人でねドトールのほら会長さんこれは石丸さんの,この応援団長やってた人ですよこの人が高橋さんをこのなんか応援するんですよね、まあ、ちょっと意外ですかねうんで、まあ、締めじゃないですけども、ね、さっきなんかこの軍拡側とかって言ってるやついましたけども 高橋さんは総理になったら、まあ、これをやる、これをやる、これをやるって、いくつかいくつも掲げらっしゃいますけども、もう日本も核武装が必要だって話をするんですよね。まあ、ハーヒーさんあたりもなんかもう顔引きつりそうですけども、<laughs> あこれは僕も必要だと思います。ね、さっきも言った通り自分で自分の身を守る普通の国になるには、日本もこの核武装は必要ですね。しょうがない、核で脅しかけてくるようなやからが、周りにワンサカいるんだもん、ね。中国、北、ロシア。 うん、だからあの韓国でさえ,、ねえうん、南北、ね、この統一朝鮮を果たしたらで当然核保有国になれるわけでしょ、ね、あいつは毎日何を妄想して掘るってましたっけ、ね、ミサイル何発撃ち込んで、ね、15分で日本を東京を灰にするっつって毎日そうやって掘るってんですよ、うん、核武装しなきゃだめだろうむ、うん、しろこういうことがないから これがないからこそ、ね、いいようにミサイル発射されるわ。ね、いいように踏み込まれるわ、差し込まれるわ、何もできねえわ。ね、いかんなんか何発撃ったって何の役にも立たないってまだわかんねえのか。わかんねえじゃなくてもうそれしかできないんだよ、今のままじゃ。それじゃあだめだろうん。ちょっとずる、えーって。なんだよ、それ。外交でも何でもねえよ。ただの属国じゃねえかよ。 っていうことに日本国民がもう意外にもう腹くくって、なんだろう、正してかなんかしょうがないじゃん。うん。ね、比較三原則、そんなもんいらねえよ。ね、悲観三原則はもう秒で必要だよ。うん。ということで、今回は以上です。